ピサネロが描いた、甲子系の様子向上甲子系とは、死系の一種で、考察する。絞り死系または、考察系ともいう、頸部に削除をかけて、体重をもって懸垂すると、向上の長さや結び目の位置の調節などの手順が、適切になされた場合、左右形動脈と両椎骨動脈を完全に、圧さされ、脳虚血から脳死を起こし、最終的に心臓も停止する。 懸垂時に、脊椎骨が骨折すれば、塩水の損傷によって、身体機能が停止し、同様に脳死から心停止がもたらされる。講師系は、比較的安楽に死をもたらす死刑の執行方法で、あると考えられており、1952年に、東京大学の古畑種本博士は、ある受件の鑑定書において、講師系によって受刑者は一瞬で意識を失うと、論じた。 公主刑を残虐刑とするオーストリアの日本の裁判所はこれらの研究成果を支持しており、公主刑の執行が虐殺刑などに比べて残虐というにあたらず、日本国憲法に違憲であると判断できない結論に至っている。ただし、不適切な執行が行われた場合はこの限りでなく、縄が短すぎるとして納拠欠に至らなかった受刑者は、 前日のラブル博士によると長くて2から3分間は意識が消失せず、窒息によって多大な苦痛を味わう。逆に縄が長すぎるとして過剰な負荷がかかれば、首が切断される事故を招くこともある。日本では律療法において、絞りという呼称で呼ばれる。江戸時代の日本で行われていた縛り首は、地上で首に縄をかけ、縄の両端を持った二人が縄をねじって締める方法で、 公主していた。江戸時代の縛り首、また1873年に制定された絞り彩機械図式以前による公主は、軌道を閉塞することによって窒息死をもたらすものであって、開始から数分間は意識があり数分十数分間、受刑者がもがき苦しむため、落下式の方法に改められた。現在の日本における死刑の執行は、 落下のエネルギーを用いて刑が執行されるので、より細かい区分では、異種刑とも言う。ただし、首を絞めることは、同じなので公主の一形態であるとするのが、最高裁判所の判例である。現在でも、公主刑を採用している国は、日本を除くと、韓国、北朝鮮、シンガポール、アメリカ合衆国、インド、サウジアラビア、オマーン、カタール、アフガニスタン、 バングラデシュ、エジプト、ボツワナ、スーダンなどである国家弁務官在水コールインクバルトの遺体。彼はニュルンベルク裁判によって死刑の判決を受け、公主刑に処された。フランス植民地統治に反発して、シリアで発生した1925年から1927年にかけてのシリア大反乱において、フランス側によって公主刑に処される3人の反乱軍。 平シースラム教諸国の中でも、サウジアラビアでは、落下エネルギーを用いるのでなく、ビニール製の柔らかいロープを首にかけて、クレーンでゆっくりと吊り上げる方法で行われる。この方法ではロープが、椎骨動脈からずれることが多いため、前述の通り窒息死となり、死亡までに長時間かかり、多大な苦痛の末に死亡する。2007年に行われたにはクレーンには、 工事などで使う重機が使われていた。この死刑は公開処刑で行われ、サウジアラビアの国営放送で放送された。クレーンで吊るす、公主刑を行ったのは、イギリスの死刑執行人であるデリックだと言われており、現在でも船舶用クレーンをデリックと呼ぶのは、処刑人の名前に由来している。イランではトラックの荷台の上に人を立たせておいて、 首縄をかけてからトラックを発進させることで足場を取り去る方法での講師刑が公開処刑で行われており、テレビでも放送されている。スペインでは、鉄管講師刑と呼ばれる、スペイン独自の講師刑が1974年、死刑廃止の直前まで行われていた。世界的にも残酷な講師刑だと言われている。ナチスドイツにおいては、戦時中、ヒトラー暗殺未遂事件の犯人に対して、 ピアノ線を用いた講習が行われた。これも死に至るまでの時間が長く、受刑者に多大な苦痛を与えるものであった。落下エネルギーを用いる場合、落下距離が長すぎると首がちぎれることがある。これを防ぐために縄の長さは計算されており、発生はごく稀であるが、日本を含む世界各国で切断事故が起きており、1890年から1962年に、 かけて、数件の生産な失敗例が報告されている。ずさんな執行においては現代でも発生することがあり、2007年1月15日に、イラク・バクダードで処刑されたサッターム・フセインのイフテー、バルザー・ニブラーヒーム・破産の例があり、首が血に入れて血だまりができた様子を撮ったビデオが一部の報道関係者に公開されている。縛り首になった、キッド船長、海賊自身の書より、 欧米では、公主刑がサラ死刑を兼ねていた歴史からこれを、非人道的な刑罰と考える傾向が強く、死刑制度とともに、公主刑は減少傾向にある。ソビエト連邦では、戦時中に、木に吊るすという慣用句ができたほど公主刑が頻繁に行われ、諸国の公主刑に対する印象を著しく悪化させた。アメリカ合衆国では、19世紀末から、 公私刑は非人道的であるとの議論が起こり、多くの州で電気椅子に変更された。なお現在は電気椅子も非人道的とされて、虐殺刑が主流となっており、公私刑はワシントン州などの一部の州で選択肢として残るのみとなっている。日本においては元検察官の土本武氏が大阪湖の花区パチンコ店放火殺人事件で公私刑は 危険との切り口から犯人を弁護し、静止に耐えない。限りなく残虐に近いものと主張したが、裁判所に却下されている。また、2008年においての計15人執行や、2018年のオウム真理教幹部ら計13人執行に対し、死刑反対国から批判が起こっている。考察系の公主代の会談は俗に13階段と言われるが、これは西洋の形状に多く、 最後の晩餐の出席者がキリストとユダを含めて13人だったことに由来する。実際には階段の段数は千差万別である。日本の形状は隣室から続く床面に落下口が設けられているので、階段はなく水平に歩いて落下口まで到達できる。階段や台があると受刑者が暴れた場合、執行を行うのに労力を必要とされるからである。ありがとうございます。